はい、というわけで発表になりました、という坊さん。そうなんですよね。さっきイラストがすごいきらびやかなやつが出たと思うんですけども、はい、実際のところ話は何一つ決まってないですね。いやいや、ちょっと決まってるでしょ。いや、もう、全く決まってないです。決まってないって、はい、実際のところ僕の中では決まってるんですけど、ね、決まってるんかい。そうなんですよ、斎藤さんの離婚の話でもしていこうかなって。そういうのまたね、本当に世界的な規模でこれやってるからね。あ、そうなんですね。そうなんです、はい、じゃあ違う、そもそも俺たちだって今日ね、これパリでやってるらしいんだけど。え、これパリなんですか。パリで美味しいもの食べさせてくれるって言うから、まあ、じゃあやろうかみたいなね、流れだったのに、気がついたら会社の会議室で俺たちだけ。あ、そうなんです、映像になってるんですよ。はい、で、皆さんこんにちは。こんにちは。でね、ファイナルファンタジー14は、はい、最近麻雀がちょっと前に実装されまして。麻雀なんかやってるんですか。ファイナルファンタジー14の中で麻雀ができるんですよ。はい、その次にニーヤってね、もう本当土地狂ってるとしか思えないでしょ。あ、吉田直樹大丈夫です。吉田さん、ファイナルファンタジーを終わらせる気ですか。本当の準備でのファイナルにする気ですか。そうなんですか。やばいでしょ、その時点でね。でもまあ、この話もね、本当にいただいた時はね、嬉しかったですよね。そうですね、嬉しかったって、僕、吉田さん頭おかしくなったんだって思いましたね。正直。だってほら、ファイナルファンタジー好きじゃない、横尾さん。あ、そうですね、はい、はい、一番最後にやったファイナルファンタジー何。最後にやったファイナルファンタジー、僕、12。あ、12やったの。はい、まあ、じゃあ、まあ、思ったより最近だな、6ぐらいか。はい、12の前はファイナルファンタジー2なんですけど。あんま好きじゃない。いやいや、やってますよ、あんま、はい、それあんま好きじゃない。はい、大好きです。はい、というまあ、でも14ね、やっぱり14の世界の中でね、はい、ニーヤ、まあ、ある意味ニーヤオートマタってもう完結してるじゃないですか。はい、だからそれがまた続きというか、あの世界を遊びたいっていう方が大勢いるんで、はい、いや、そんないないっす。いや、2、300人は世界でいると思うよ。てか斉藤さん、俺たち話が長い。じゃあ、まあそこら辺でね、はい、ぜひ楽しみにね、お待ちいただきたいなと思いますので、はい、また機会があればね、続報とかお話できればなと思っております。はい、それではありがとうございました。さよなら。お楽しみに。